どうも岸田総理大臣というのはワイドショーの言ってていいるることをを聞きながら政治をしている風ではありま,すまあもちろんこれ舞台裏を見立場にはないんですけれど岸田総理大臣がわざわざね朝から「おモーニングショー」で玉川徹さん何言ってんだろうあよし俺のこと褒めてくれたぞよしよしよしお、えー、昼になったら、えー、めぐみさんめぐみさんねめぐみさんなんか今日午前中あ午前中あれだ経済ニュースやねた。 大下陽子のワイドスクランブルで大下陽子さん相変わらず学級委員みたいだねなんかよく言ってよく何,何言ってか分かんないけどよしえ岸田褒めてる褒めてる褒めてる声聞こえないぞ聞こえないぞこんなことをやってると思いませんよもう国会の方にね吊るし上げをくら吊るし上げざまいや、まあ、そんなこともありますからそれはないと思うんですけれど奥様あるいはご長男ご家族 もうやだわ今日もめぐみさんがあなたのこと何,何わしのこと私のこと私のことを,ことを増税がねだと日刊スポーツが言ってたいや日刊スポーツに書いてあることをめぐみとおャーさんが言ってたうんーもうめぐみさんがあなたのことを増税眼鏡わかった私は減税レシックになる俺はなる分かんないですけどねあくまでこれはイメージですよイメージ。 ただそれまで減税だとかっていうことに関してほとんど口にせず退職金増税のような事実上のような税金だとかあとは財源ですか防衛費とかのまあこうしたものに関して増税を匂わせにわせ続けていたのにワイドショーがギャスかギャスか大騒ぎするとワイドショーの方に引きずられていくかのような。 そのような政策決定っぽいものをしておりましてこちらもツボツボのことこれまでは刑事処分を受ける組織的にであったり幹部があるいはリーダーが刑事処分を受けていたところにだけ出されていた解散請求に関していや民事でもいけるよっていうのはマスコミでニュースやワイドショーが。 ギャースかギャースか騒いで旧統一教会に対する解散請求を文部科学省文部科学大臣の方に指示出したのはやはりワイドショーが騒いだから民事の方でもとにかくやらなければいけないんじゃないかとあくまで起こっている現象を並べていった時に岸田総理大臣というのはどこから入ってきてるかは分かんないですけれどワイドショーが騒いでる方向に引きずられているんじゃないか。 日銀の方針に関して岸田総理がその具体的な手段に関して指示したとは思いませんよ。日銀は手段の独立性が認められている。ただ恵��めぐみと氏昭さんにしても玉川徹さんにしても金利は上げないとって異常な状態が続いていますからと。Z の言ってるそのまんまのパペットマペット状態でしてこちらの処分いわゆる裏金問題裏金 裏,が裏金っぽいものの問題に関しても、ニュースやワイドショーが騒ぐ方向の方に、舵を切ってるとしか思えない状態が続いているんです。具体的にはこちらですね。共同通信の記事です、えー。自民党は派閥の政治資金パーティー、裏金事件を受け、もうね、皆さん確認しました。こいつ、こいつら、桜上色通信、じゃなく共同通信、マスコミって、 もうこれ、裏金事件に関して、鍵カッコつけてないんですよ。当初、裏金、鍵カッコついてましたよね。政治資金収支報告書に書けば、裏金じゃないんですよ。これ、使っちゃったら裏金ですし、場合によっちゃ脱税。ただ、書いていないだけなので、裏金ですらないのに、もうしれっと、裏金っていう既成事実にしちゃってるんですよ。それが、お前のやり方かって、そうなんです。 ゴミどもってマスコミってこんな手口使ってるんですよ。で、安倍二階両派の議員計80人を、80人規模 4, 4月上旬にも一斉処分する方向で調整に入った。党が定める処分で最も重い除名と、それに次ぐ離党勧告は見送る。岸田文雄首相は、役員会で政治資金収支報告書への不規則額や役職歴、説明責任の果たし方などを踏まえると言明。派閥幹部には厳正に対応する方針で。 党員資格停止や選挙での非公認を課す案が浮上している,、えー、浮上している複数の関係者が18日明らかにした。まあ、これも漏漏ららしし記事ですよね。誰かが漏らしたこ,とこれについておかしいという人間が誰もいない少なくともマスゴミにはいないかなと思っていましたらあの産経新聞だったら岸田さんあんたもだよね いや、もう少し上品ですかね。岸田総理、あなたが対象じゃないんですか。えそのような YouTube 配信をしておりました。より正しくは産経新聞出版社の月刊正論、正論チャンネルです。え産経新聞の有本隆さんとアビルルイ記者、あ、ラビルルイ論説員ですね。失礼しました。アビルルイ氏解説、岸田処分も、岸田首相も処分対象では、えということでして、今ですね、 共同通信が伝え、それこそ TBS 広びで、めぐみとしあきさんだとか、処分はどうなるんでしょうか処分出ないんでしょうかなんてことを繰り返しておりますけれど、処分が下されるんであれば、岸田総理、いや、岸田前会長岸田元会長あなたも対象でしょっていうこと、アビル類さんが指摘されておりました。これは NHK ウェブのニュースです。 頭悪いね。で、一躍スタートになりました。あ、私の中の、私の中のヒーローとなりました。谷川元衆院議員、政治資金事件でですね、有罪確定ということなんですけど、あれ谷川元議員、議員時代にですね、清和会として、今、警察の捜査に協力しているんで、言うことはないと、言うことができないと、ペーパーを読み上げたときに、マスゴミ、マスコミの皆さんが集まってきて、 いやそれはどういうういいいこことととですか言えないいうことでだからねもうこれ以上言えないんですよと繰り返してた「なんでですかなんでですか?でですか」ってがら見しましたんで谷川議員谷川前議員元議員本当のことを言っちゃったんですよ頭悪いねあんたたち頭悪いねとマスコミムきーってなっちゃってこれ断るごとにというよりは谷川議員が辞職することになってから必要に挙げつらっております 実はですね、谷川議員の説明の記者会見開きました、その後。辞職するということで。そこでの受け答え、なかなか立派でした。自分に言えることと言えないことがあると。でちゃんとね、話をしましょうとで。ただその上でどうしても責任を取れ、責任を取れと、うざがらみしました。ゴミども、ゴミども、えっと、マスコミの皆さん。谷川議員記者会見で、そんなこと言われたらね、もう、 ストレンジフルーツというか、まあ、自らの命を自らで縮めるということ。これするしかなくなっちゃうよ。これですね、ずるいんですよ。ほとんどのマスコミこれ報じませんでした。地上波テレビでこれ私確認できずにおります。ネットの方で、あたしかローカルだか、あと地方局かなんかでは確認しましたけど。なので、 この記者会見での様子というのは、本当にちょっとしか使えないんですよ。ざま、ざま。その代わり、あいつらというかマスコミの皆さんは、やっぱりどうしても腹に据えかんでたんでしょうね。頭悪いねってところだけ、これ見ようがしに使ってるんですよあ。あ、大切なこと忘れてました。何か先ほどの画面で気になるところをお気づきでしょうかはい。えっと、ここ、岸田派、岸田派元会長ってありますよね。岸田派、元会計責任者、有罪確定。 岸田派の元会計責任者の有罪が確定しました。一連の事件で有罪が確定したのは初めてですと、2月15日の NHK ウェブが伝えております。有罪が確定したのは安倍派、聖和政策研究会に所属し、先月自民党を離党して議員辞職した谷川弥一元衆院議員と、秘書だった娘、ああ、娘様ですかえ。それに岸田派、高知政策研究会。 岸田は高知政策研究会の、えー、まあ元会計責任者とだけ指摘をしときます。で、谷川議員はまあともかくしまして、岸田派の元会計責任者は2020万、ね、2020年までの3年間、3059万円。おいおいおい、結構な金額だぞ。あれ、3000万円基準とかありましたよね。3000万円 のパーティー収入などを派閥の政治資金収支報告書に収支収入として記載していなかったとしてそれぞれ政治資金規正法違反のの虚偽記載の罪で略式起訴されましたえこれ略式起訴されたということは未記載書き忘れではなく明確に書いてなかった明確に岸田派の元会計責任者は書いていなかったんで起訴されたんです。 昨年末にかけまして日本全国津々浦々の検察が集まりまして割り子はいねえがじゃないですけれど徹底的に調べ上げましたしかし起訴されたのはわずかわずかでしたしかしその中でも岸田派岸田派の元会計責任者は有罪起訴起訴されて有罪なんですよしかも金額が3059万円ですか 岸田アウトいや少なくとも今岸田総理が処分を下そうとしているというその基準にその基準に照らすんであれば岸田アウトということになるんじゃないかそんなことをですねえー、アビル・ドゥイ産経新聞論説委員は指摘していたということですそうすると次の選挙ですよ 岸田総理は無所属無所属無所属デビュー。これあくまで組織の一般論という話にします。あくまで組織の一般論で言ったときに、トップの仕事っていうのは責任を取ることなんですよ。今回岸田総理が安倍派平和政策研究会に関して処分を下そうとする中で。 幹部の責任をより重く問うというようなおもらし記事が漏れ漏れ伝わっております。ただこれも間違いじゃないんですよ。一般の会員、議員さんと比較したときに責任者、責任者は責任を取るんですよ。だから責任者なんですよ。企業の不祥事でトップが預かり知らぬところであって、 トップの責任を問うことが難しいときは、はい、じゃあ次君ね。はい、次君。と、まあ、取締役、あ、部長、あ、取締役部長、あ、本部長、あ部長、部長、課長、課長補佐、政策課長補佐とかって。必ず何かの肩書きがある人間が責任を取るんです。だから責任者なんですよ。責任を取らない責任者なんていません。いや、いちゃいけないんです。そうしないと、俺、俺様を守るためにお前らそこに並べとる。やだ、おっかない。 そんなことになっちゃいますんで、それじゃあ組織の体をなさない。そ、そうは言っても、これは安倍派、安倍派、安倍派の責任問題だという反論があるかもしれません。しかし、岸田派の方でも見つかっちゃってるわけです。いや、数が違う。安倍派の方が数が違う。え、ということであるのであるならば、そんなこともあろうかと、というわけじゃないんですけど、えっと、岸田総理というよりも、 岸田文雄自民党総裁が自民党総裁の立場として派閥解散派閥閥解解散散宣言しましまたよねあくまでこれまでの自民党の内輪の論理としては派閥は派閥でそれぞれが一国一条じゃないですけど一国一条のあるじがそれぞれの国会議員でこれの集まった大名のようなものがそれぞれの 派閥の長だった。そしてそれをまあ一応形式上滑る形なのが自民党総裁だったしかしその自民党総裁の立場で派閥解散を命じたわけですよまあ、あくまで方針だったと言ってもしかし自民党総裁として派閥の解散を支持できる立場にあったわけですねそうなってくると 派閥の幹部に重い処分を下すんであればその派閥に対して解散命令すなわち政策与奪の権利を持っているということを岸田文雄自民党総裁は御自ら語ったわけです示したわけですやっぱり安倍派清和政策研究会の幹部の責任を問うっていうんであれば自民党総裁のお立場としての責任というものはやはり問われなければならない いやいやそうしなければ話の辻褄,辻褄が合わなないいととうことなんです私はあくまで岸田総理大臣岸田自民党総裁に関しても是々非なんですよ是々非なんですけど岸田総理が岸田総裁がおっしゃることに従うんであればいやその論理で解釈するんであれば岸田自民党を辞めるってよ岸田文雄自民党を辞めるってよ次の選挙無所属で出るってよ いや、そうしなければ、話の辻褄、辻褄が合わないということなんです。いや、そ、そうは言っても、いや、そうは言ってもというか、安倍派の幹部がということなんですが、先ほどの谷川議員の NHK の記事、もう一回確認しておきますと、えー、政治資金ですね、岸田派元会計責任者の有罪確定、えー、ということなんですが、もう一度この日付の方を確認してみますと、 2020年までの3年間に、3059万円のパーーティー収入ですよね岸田総理大臣、いや岸田派会長だった時代、バっちり重ならないでしょうか。岸田総理と言いますと、ついこの間というか昨年末まで、岸田派の会長さん、お務めになられていましたよね。総理大臣の立場でありながら、自民党総裁の立場でありながら、岸田派会長だったわけですよ。 自分ががいてたた派閥でで有罪判決が出ちゃったんですね <laughs> 万円でしかもその時もう完全に、あのー、岸田派の会長いやい先昨年の12月までそうだったわけですからしかもこうした処罰処分というのは例えば自民党の党則の方に書いてあることに従うんであれば私はもうそれは仕方がないと思いますルールですからししかルルールにないことを またもめめうのよもう誰か処分しないともうみんなね首自民党のみんなみんな首あなただけな残ってれば自民党あなたが自民党よなんてね言われてるかどうか分かりませんよあくまでイメージあイメージあ想像妄想妄想なんですけれど決まってもいなかったルールをギャスかギャスか騒がれたことによって第三者最強の第三者機関である検察が調べても罪が見つからなかった容疑が見つからなかった人間を 世間の風ですか。なんだか雰囲気あ、イメージイメージを持って離党だ、離党韓国だ、自民党の党員資格停止だと、まあ、ある意味大きな罪をかぶせるんであれば、あればですよ。これは訴求法といって、その時になかった法律を 過去に遡って適用することということで、これは法治国家においてあってはならない、やってはならないこと、それを今犯そうとしているのが岸田総理大臣なんではないか。いやいやいや私は、文賢、信じております。最後の最後は法と秩序に基づいて、そして義、義教心、義教心を持ってことに当たるということを信じて、信じているとお伝えする。 そしてこのこと、このこと実はものすごく加工を残すのは、訴求法になっちゃうというところなんですよ、そしてトップが責任を取らずに、下の者に取らずに自分はトップに逃げ出して、下の者に責任を置かぶせる、はいはい、そんなんじゃね、明るい未来も見えてこないよ、次の世代の子供たちのためにも、岸田総理のご決断、ご決断を心より祈っております、今日このごろでございます。